2023年は74式戦車ラストイヤーということで、各地の駐屯地祭を見ていこうと思っています。まずは10月1日の山口県山口市にある山口駐屯地基地祭にやってきました。隊員の方が行進で観閲式へ向かわれています。山口駐屯地に所在するのは、第17普通科連隊、第13後方支援隊、そしてかすかに聞こえてくる、人によっては100キロ先からでも聞こえる、リアル軍靴の音。軍靴の音が小さいので、まだしばらくは平和なのでしょう。観閲部隊の入場が終わったところで、突如として飛来するヘリコプター。制服姿の人が降りてきましたが、あの人が今回の観閲指揮官の人です。どうせヘリコプターで来るなら、ラペリングで降りるとか、空挺降下するとか、もう一ひねりして欲しかったですね。式辞では、すごくいいことを言われているのですが、皆さん興味ないだろうから、ほぼ全部の大幅カットです。式辞が終わり、いよいよ観閲行進です。部隊の人たちが観閲行進の準備に入ります。最初に入って来られたのは、音楽隊の方々。これから10分間、目の前で砂塵が舞う中を演奏し続けるという苦行が始まります。さて、これから観閲行進を全部見せられるのも苦行だと思われる方がいるかもしれませんので、ここは大幅にカット。観閲行進も後半。というか、もう最後の方まで飛ばしました。やってきたのは、水陸機動団の汎用系機動車です。そう、水機団が海のない山口市内にある駐屯地まで来ていました。でもね、私としては汎用系機動車ではなく、AAV-7 が見たかった。汎用系機動車の次にやってきたのは、公募でブラックアイという、現状誰も使っていない、むしろ、忘れてほしいような名前を付けられた87式偵察警戒車。主砲は 25mm 機関砲。最高時速は100キロで、普通に高速道路を走って移動します。これなら、大型トラックでサンドイッチされても大丈夫そうですね。そして、あいつの番がやってきました。2023年度で全車除籍予定。日本の戦車として国防の任務にあたり、駐屯地祭では後部にカゴをつけて、国民の皆様を乗せて愛嬌を振りまいていた、通称、世界で一番笑顔を運んだ戦車、74式戦車です。行進が終わって模擬戦が行われるようですが、グランドに車両が並べられていきます。普通の模擬戦ではないようです。どうやらバトラー戦をやるようですね。バトラーといっても執事ではありません。レーザー光線装置、通称バトラーを使っての模擬戦が行われるようです。その説明が行われています。レーザーが当たるとピーという音がして、弾が当たったのを教えてくれるようです。昔あった光線銃、ジリオンの豪華版というところでしょうか。今のは74式戦車の空砲。それを合図に、バトラー戦が始まります。素早く高機動車から降りる隊員。そして、銃撃開始。レーザー光線を使うバトラーでも、空砲を使うので、迫力があります。
徒歩で、サバゲでいうところのセーフティーゾーンへやってくる人たち。熾烈を極める戦闘は、消火器のみの戦いにありがちな、停滞状況に。こうなると、アパム、弾持ってこいではなく、迫撃砲か野砲が欲しい、贅沢は言わないから戦車が欲しい状況に、一人前進されました。バトラー戦は、結局何がどうなったかわからぬままに終了してしまいました。実況か、戦車とは言わないものの、重迫の支援が欲しいところですね。近隣の陸上自衛隊の部隊、当時13師団、現13旅団に74式戦車が配備されたのは1993年でした。世の中では90式戦車の配備が始まりだした頃です。当時から古い戦車が来たよなぁと思っていました。いつか90式戦車が13旅団にもと思っていたのですが、そうはならないみたいです。私は乗らないのかって。もう、私は十分乗ったから。次の動画で。